皆さんこんばんは。時間になりましたので、そろそろ始めさせていただきたいと思います。今日はスーパー満月でしょうかね。天神橋の橋の上はカメラ持った人でぎっしりいっぱいでして、私も見てまいりましたが、すごい大きな満月でございます。でちょっとここへ行くのが遅れたという、こういう関係でございます。いろいろとあの行事も詰まっておりますので、ご参加いただきましてありがとうございました。この、まあ、あの市民ネットをリスタートせなあかん、もう済んだやろと思ってる都構想がまたゾンビのごとく、ね、もうむくむくと正体を表してですね、またこれをテーマに、ラブ選挙やろうみたいな話になっておりまして、こうなったらまた黙ってられへんなという感じで、レスタートしようじゃないかということで、今日こういう集会を持たせていただきました。それではあの初めに開会の挨拶を兼ねて、あの市民ネット のこれまでの活動とこれからどうすんねんということで、事務局の寺本さんの方から報告をしていただきます。よろしくお願いいたします。はい、こんばんは。今あの司会の藤永さん言われたように、もう都構想は終わったんちゃうというね、僕らもてっきりそう思ってました。で橋本が辞めるということは半信半疑、多分また出てくるでとこう思ってたんですけどね。でも都構想はいくらなんでもあんだけ住民投票できっぱりと否決されて、もう終わったと本人が言ってたのにね、これはいくらなんでも終わりだろうということで、実は私たちは6月1日に市民ネットのファイナル集会っていうのを、まあ、やったここでやったんですね。同じほぼ同じ場所だと思いますが、でやったんですけども、本当にこうゾンビのごとく、復活をしてくると。でまた今度のダブル選挙をですね、この都構想を争点にしてやろうというね、終わったものを争点にしてやろうというとんでもないような事態になってきて、でこれではいかんということで、やはりもう一度ですね、私たちも市民ネットの活動を再開しようということになりました。で思い返すと、私たちがこの活動に入っていったのは2014年10月8日に L シアターで、安倍さん橋本さんもうごめん 10.8 集会っていうのを開催をして、800名ほどの人に集まっていただいて、集会を持ちました。でその後突然ある政党の心変わりがありまして、住民投票をするということになってしまったと。でいうことで、3月の9日にこの市民ネットのスタート集会を、やはり L 大阪で持ちました。その時にはそこに書いて4点を私たちの活動の、目標というか内容として皆さんと一緒に考えて議論をして決めてですね、でその活動を5月17日の住民投票に向けて展開をしました。カラーのチラシ、改訂版含めてですね、2万枚ほど吸って、で連休中は連日の行動ということで、商店街やスーパーの前で駅前等で、乗船活動をしました。でその中で維新の会の宣伝とぶつかることも何回かありました。やはり反応がすごく良かったのを今でも覚えています。もう期日前投票行ったね、反対に入れてきたねっていうふうに声をかけてきてくださる方も結構いました。 でも俺は維新に支持やからということで、もうチラシも受け取っていただけないという方も、おられました。でその後5月10日都構想反対の大集会が荻町公園で行われて、本当に大きな盛り上がりをしました。で投票日の日もですね、私市民ネットは宮古島工業高校の前で、ずっと宣伝をして、投票に来られる方に都構想この住民投票で否決しようということを訴えをしました。でその結果僅差ではありましたけれども、住民投票で都構想を否決するという大きな成果を勝ち取ることができました。でそれを受けて実はファイナル集会やったんですね。もう終わりやろということで、ただその場でもね、
まあ、都構想は終わりかもしれんけども橋本との戦いはまだ続くねということで、そういう声が大きくてですね、市民ネットを結局まあ閉じることができなくてですね、ちょっと名前を変えて仮称ですね、名前を変えてホームページと事務局は一応そのままにしておったんですね。ところが先ほど言いましたように都構想を、ね、選挙の争点に据えてもう一回やろうということで今度のダブル選挙をやろうとしていると。で残念なことに昨日の東大阪の市議選挙、維新が8名上位で通るというね、そういうことの中でやはり大阪市民の方は結構この前の住民投票をめぐって、相当いろんなことで宣伝があったので分かっておられる方も結構多いと思うんですけども、府下、ね、府民の方にとっては他人事みたいな形になっていたので、その辺はやっぱりもっとこう宣伝をしていかなきゃいけないなというふうに思います。ということで市民ネットワークをこうリスタートということで、今日から活動していきたいということで今日の集会で、その前そのためにはですね、やはり17日の住民投票の意義、それからなぜ都構想また復活なのかというあたりをちゃんと私たちも学習をして臨んでいきたいということで今日富田先生に来ていただいてお話をいただくということになりました。で目標としてはですね、都構想を最終的に葬るということと、府知事選挙、市長選挙でね維新候補を落選させるというこの2つが目標になるというふうに思います。で今後どうやっていくかについては最後に梅田さんの方に話をしていただくことにして、今日なぜリスタート集会を持つに至ったかということのご説明とですね、お兼ねて開会の挨拶にさせていただきたいと思います。今日最後までお付き合いをいただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではですね、今日ここに都構想の反対運動で一緒に手を携えて頑張りました仲間の皆さんにも来ていただいてます。一言ずつがご感想とか、ご挨拶いただきたいと思うんですが、一番目にですね、自分の仕事ほっといて都構想反対で走り回ってはったから何も仕事がなかったという気の毒な笑福亭竹林さんからよろしくお願いします。こんばんは。そうですね、ファイナル集会僕も来てその時にもご挨拶させていただいたんですけども、その下の例も関わらんうちにリスタート集会やね、橋本並みの嘘つきかと思いながら今日やっていただきました。ゆるい話をちょっと2分ほどさせていただきます。昨日まで繁盛亭やったんですよ。で実は住民投票が終わった次の日から1週間繁盛亭やったんです。でその時には負けてたらどうしようって思いながら勝って楽しい繁盛亭を過ごさせていただいて、で今度また逆に繁盛亭の終わった今日からリスタートっていうのも象徴的やなって思いながら、ほんまにダラダラとちょっとだけ喋ります。繁盛亭行くのにね、難波まで南海電車で出て、で難波から、南森町まで歩くんですよ、1時間ほど。そうするとね、歩くのが趣味やっていうのもあるんですけども、240円助かりますね、使ってください。これ大きいでしょ。大きいんですよ。でところがね、この間ちょっと用事あって堺市内で歩いて中本で用事済まして、中本から地下鉄乗って南丸町まで行ったら320円、60円また安くなったんですよ。これええなって思ってるうちにふと思い出したんですけど、昔若手の話家が師匠の家へ行くのに市バス代を蹴散ろうというので、市バスの後ろたー走って、で師匠の家へ駆け込んで、師匠今日市バスの後ろ走ってみました、おかげでバス代が助かりましたって言うたら、師匠がアホかと、なんでタクシーの後ろ走れへんねん、タクシー代儲かったのにっていう話を思い出したんですけど、その話を思い出したらまた別の話を思い出しましてね、なんかわずか数分の時間縮めるために何千億も出して、なにわ筋線なんていう
線路通すって言ってたアホがおったなって思ってね。でこんなん言うてんのはあのバスの後ろ走ってるやつとエロー変われへんなって思ったんですけど、でも、地下鉄でケチって歩く落語家もバスの後ろ走ってる落語家もどちらも地に足ついてますんでね厳しい戦いにはなると思いますが、あんなふわふわした連中にしっかり地に足つけて、戦いたいと思います。で、落語家ですので、言ってもお笑いを忘れずに楽しく戦わせていただきたいな、お手伝いさせていただきたいなと思ってます。でほんまに楽しく楽しく楽しくって仕方がないっていう年末を迎えたいと思っております。皆さん頑張りましょう。はい、ありがとうございました。今ちょっと話聞いててやっぱり落語家さんやったんやと思いました言い忘れました。私は今日司会進行させていただきます、この市民ネットワークの呼びかけ人の一人の藤永信代でございます。よろしくお願いいたします。それでは次ご挨拶いただきますのはえらいこっちゃの会から池田さん、どうぞよろしくお願いします。こんばんは。大阪市が亡くなるとえらいこっちゃの会としていろいろやってきたんですけれども、今は皆様と同じリスタートということで、大阪市が亡くなるでを取っ払いまして、亡くならずに済んだ、法的拘束力を持ってるんだということで、それはもう終わったということで取りまして、名前だけ なぜか皆様によく覚えていただきましたので、えらいこっちゃの会として、リスタートをさせていただいております。で本日は、こうして、皆様市民ネットワークの皆様が同じようにリスタートされまして、非常に心強い思いがしております。と申しますのは、梅田先生をはじめとしていろんな方々と一緒に自民投票運動を戦いまして、特に梅田先生には、的確なご助言をいただいて何回も助けられた場面がありました。この場を借りてお礼を申し上げたいと思いますもう早速皆様の、お気持ちというか頭の中はダブル戦のことだと思うんですけれども、今日はちょっとだけ私なりに個人的な見解ということで聞き流していただいて結構かと思うんですけれども、ちょっと思っていることを少しお話をさせていただきたいと思います。まあ、後ほど富田先生の方でまた、どういう政治的な対抗軸になっているのかというのか、その辺の、専門的なお話はあると思うんですけれども、私はただの、おばちゃんの目として見て感じていることということで、よろしくお願いしたいと思います。で私は住民投票の間に、自分が全く知らなかった世界、いろんな組織の方々と、接したりお話をしたりする機会がたまたま偶然なんですけれども、そういう役割になってしまって、そういう機会を得ることができました。で、ここはこんな風な決定機構になってるんかとか、うん、なるほどとか、結構楽しい思いをしながら、接してきたわけなんですけれども、初めに率直に申しますと、私も、なぜか自民党さんには投票した経験がなくて、戦後の民主教育の賜物かどうかは分かりませんけれども、経験したことはありません。自慢でもないんですけどね。で今回自民党の、柳本、市議会の、幹事長をしておられた柳本明氏が、無所属、もちろん党籍を離脱してということで、今度市長に立候補されるということについて、私がまず思うのは、自民党さんのことなんですけれども本当に個人的な見解で聞き流してくださいね。でどういうのかな、もともと長いこと、自民党が与党政権であったっていう時代が続いてて、うちはもう親の代から自民党であるとか、親戚に頼まれてこの人に頼まれて、その人が引いたのでまたこの人に頼まれてとか、割とそういう層っていうのは非常にたくさんいらっしゃるな。でそこに、いろんな議員の方がいらっしゃって、で議員の方も本当に十人十色というか、いろんな方がいらっしゃるんだなというのが率直な、感想です。で
私は、2年ほど前から都構想のことでいろいろやったりしておりまして、法廷協のライブとか傍聴に行ったりとかいう機会も増えてきて、その中で、柳本明さんと、自民党議会 の、 花屋さんという方が、非常にしっかりとした議論を維新と戦わせてこられたというのを見てきました。で同時に山中智子さん、が非常に具体例を持ちながら、非常にしっかりと反論されてきた。でその3人の方の反論に注目をさせていただきながら見てきたんですけれども、そういう中で今回住民投票運動があって、その旗頭として頑張ってこられた方が出られるのはとても歓迎すべきことだなというふうに捉えています。で柳本明さんにつきましては、フェイスブック、それからツイッター、それから、ブログ、検索すれば出てきますので、それを読まれると人柄であるとか、今の大阪市、これからの大阪市について考えておられることについて、よく、分かるのではないかと。私は毎日チェックしておりまして、なんかチェックしすぎてうるさいなと思われてるかもしれませんけれども、その中で思いますことは、今度の市長候補、確定しました柳本氏につきましては、時折、線が細いとか、そういう声を耳にすることがあります。で非常に私の目から見ますと、まあ、この2年半ぐらいの観察にすぎませんが、非常に慎重に物事を考えられる方で、でその慎重さがあるがゆえにポジティブな思考ができる、そういう方だなっていうふうに私は見ております。で、まあ、そのような皆さん自身が、ブログと詳細にお読みになると、なるほどなと思われるかもしれませんし、そうでないかも分かりませんが、そういうことも含めて、本当に今度の市長選につきましては、知事選ももちろんそうですけれども、維新徹底的な打撃を与えたい。で松井が負ければボロボロと崩れていくと思います。でただそう今日明日崩れるわけではないと思います。嫌がらせをして抵抗してたくさんのことがあると思いますけれども、まずはやっぱり市長選と知事選に、維新に先ほど挨拶にもありましたように壊滅的な打撃を与える、一歩追い詰める、それがもうとっても大事だと思っています。で私たち力があまりありませんので、また皆さんと一緒に凱旋の応援に行ったりとかできることを考えて全力でやっていきたいと思いますので、またお会いしましたらよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。維新に通打を与えたいというのはもう誰の思いも一緒でございまして、一緒に頑張っていきたいなと思います。続きましてですね、若い方で、佐渡の野島さん、はい、よろしくお願いします。今ね、注目の若い方でございますよ、皆様。こんばんは。はい、民主主義と生活を守る有志サドルの野島さとといいます。私は堺市民なので、都合2013年の市長選から数えると今回のダブル選挙はで都構想と対峙するのは3回目になります。二度あることは三度あるっていう言いますけど、まさかと思ってて、もうだいぶ皆さんと同じように踏んだりなんですけど、今本当に私が個人的には結構教科書問題ですよね、学校教育の現場が牛耳られてるっていうことに結構危機感を持ってて、でこれが進められてしまうとやっぱり今後のこの教科書通りの人間形成がされてしまうと、維新が望むような、もしくはその向こうの安倍さんが望むような国家のための市民っていう風な人間がどんどん形成されていってしまうわけですよね。これがやっぱり一番怖いなと思ってて、そういう意味でもやっぱりもう本当に都構想にしろ維新にしろもう本当にありえないなっていう形で、もう今後も、まあ、そんなに時間はないんですけども、やれることを私たちもやっていきたいと思っていて、凱旋とかそういった今ことを考えたりもしていますので、また皆さんと一緒に頑張れたらなと思っています。よろしくお願いします。
ありがとうございました。この、 維新との戦いはいろんな人、町の本当におじさんおばさんたち上がったんですけど、若い人がね、立ち上がってくれたことがすごく大きな財産になりました。それでは最後にですね、私たちとはね、WTC 訴訟の原告として、もうあれ2009年からかな、西谷さんらと一緒にいろいろやりました。その時に、ビルをね、大阪府に貸してはったオーナーさんで、中野さんが怒りで立ち上がってくださって一緒にね、原告なんですが、今大阪市を考える長い名前なんでご本人に言ってもらいますよ。本当に親しく一緒に運動させていただくようになりました。中野さんの方から、よろしくお願いいたします。こんばんは、中野でございます。住民投票中は大阪市分割解体を考える市民の会ということでやらせてもらいまして、終わった後は大阪を知り考える市民の会という形で、住民投票後、立命館の森先生に来ていただきまして、大大阪を振り返ろうということで4回ばかり講義にいらっしゃる方もたくさんいらっしゃっていただきましたけれども勉強しました。やっぱり住民投票やってる間大事なことはもっと大阪のことを知らなあかんな、あるいはその大阪がどうしたら本当に成長していくのかということを真剣に考えなければいけない。でそのヒントはやっぱり大大阪自体にあったんではないのかなと。ちょうど住民投票の最後の時に筑前さんと平松さんと一緒に宮本健一さんのインタビューをさせてもらいました。その時にその本当に聞いてる涙が出るぐらい大阪が素晴らしい場所であったということを改めて感じさせてもらって、そのことをもっと真剣にやろうということで勉強会させてもらったんですけども、驚くことに、一番印象に残ったのは関はじめという大市長がですね、人の暮らしを大事に置いた姿勢を行った。これが全く東京とは違うんで、当時の東京の市長というのはやっぱり港湾とか橋とかそういうその構造物を中心に作っていったのに、まず関はじめさんが違ったのは住宅政策でしたし、そういう市民一人一人の生活に根を置いた政策をやりながら、一方では御堂筋を作ったり地下鉄を作ったり、まだに100年にわたって残っているようなものまで作られた。もう見てるリーダーの見てる先が全然ちゃうなというふうに、その橋本さんを見れば見るほど、なんとほんまにちっちゃなやつやと改めて思いましたけれども、今回私は個人的には都構想は争点でないと思ってるんです。でやっぱり争点は新自由主義に侵されていくのをどう止めていくのかということをずっとやってると、ますますそういうふうに思って、そういう意味では政党関係ありません。だから僕は自民党の先生大好きですし、基本的には保守でしたから自民党支持者でしたけれども、安倍さんは嫌いなんですよ。竹中さん一番嫌いなんですけれども、本当に知れば知るほどその日本がアメリカのようなマーケットに変えられていくことによって、我々中小企業もあるいは人々の暮らしもどんどんダメになっていく。その先にやるやっぱり大阪でやってるのが維新の会議、昨日大阪国政政党の維新の会の綱領が出されますけど、はっきり新自由主義であるということを読み取れるような綱領になっています。福祉は必要最低限にとどめる、本当に誰のために政治してるのやろ、誰のための公共やねんということをすごく思いました。都構想が争点にはなるでしょうけど、都構想の良し悪しが今度のダブル戦ではなくて、私たちの周りの暮らしが、維新が橋本さんが知事になって、から大阪の GDP がよく言われますけど5位から今13位か14位に下がってしまっている、あるいは教員は兵庫県や京都府では競争倍率 4. 点何倍なのに大阪 2. 点何倍で、本当に誰でも入れるような形になってしまって、あるいはその市役所の職員、部長の職員にしても
公立大学からも入ってこない、京都大学なんかしばらくないよっていう話を報告にされてましたけれども、それは引いて言えばですね、市民の、実際の行政を実践していくところがどんどん優秀な人がいなくなっているということで、我々の10年先、20年先も本当に危惧しています。で、多分橋本さんはダメになった方がいいんやろと思ってやってるんです。学校なんかも潰したら、潰したら誰かに見れば、間接民営化すれば、あるいはその福祉に関する施設なんかもどんどん潰して、僕は不動産業をやってますので、仲介業、今まで、そういう協会に入ってなかったんですけども、協会に入って、びっくりしたのは、ここ1年の間に仲介業者 1.5 倍になったんです。で、維新の議員の先生いっぱい不動産やってる人多いですし、いかに大阪って別に土地上がってないんですよね、賃料も上がってない。でもそういうような完成の不動産売買が裏でどんどん出されているということを肌に感じています。我々の税金で納めて作ったいろんな施設がお叩き出されているということだろうと。これはもうほんまに新自由主義の考え方典型なので、まずそういうところを潰していくのがダブルスキンで、僕は今ここで言っていいかどうか分かりませんけど、平松さんの応援をしています。で、平松さんとも住民投票前からずっと一緒に応援しているんですけど、市長は柳本さんで決まっていいんですが、知事が決まってません。で、自民党はやっぱり中央からものすごい言われてます。で、自民オリジナルで、平松さんの方でこの前出馬準備宣言というのをされて、底辺ネタ私が出ますよと、本当はお金も人も何もないまま言ってるんですけど、そういう宣言をされて、一人候補者が決まるか決まらないか、多分それでは連帯できないんだろうと思っています。大事なことは、僕はそういうことをやりながら今すごく思っているのは、今まで勝てる候補を選んでたけど、住民投票を戦ってた私たちは、私たちが選ぶ候補を勝たすという方向に向かっていくべきであって、例えば有名な人を持ってきてそれで勝てるかというと、その後の政治がむちゃくちゃになってしまうわけですね。一番大事なのは、この7年間にぐちゃぐちゃにされてしまった大阪の政治、福祉、教育、あるいは文化、そういった政策を元に戻すことが一番大事なんで、そういうものを念に置いたダブル戦を戦っていきたいと思います。すみません、長くなります。よろしくお願いします。それでは、お待たせいたしました。大阪市民ネットリスタート集会にふさわしいお話を富田浩二先生からしていただきたいと思います。先生、よろしくお願いします。ご紹介いたまいりました富田でございます。この間こういうテーマで話すことがいろんな場であって、なかなかまとまった時間をいただきたいので、20分とか25分とかって大体そういうことでですね、レジュメ作ってるんですけど全部話し切れたことがないんですが、じゃあちょっと時間をいただけるみたいなので、またかと思わずにお聞きくださいいろんなところで部分部分をこう気になっている皆さんがいらっしゃるかもしれないかなと思います。で、あと忘れないうちに2つぐらいちょっと情報提供しておきます。一つはですね、昨日のことなので皆さんショックを受けられたのではないかと思いますが、東大阪の市議選どう見るかって話なんですけど、確かにですね、初めて維新が候補を立てて8名通ったんで、というびっくりなんですけども、びっくりされてると思うんですが、そもそもいなかったのがおかしいんであってですね、実は維新は2012年の総選挙の時に8万票を東大阪市から叩き出しておいたんですね。で、36% ぐらいの得票率を出した8万票、7万9000万、今ちょっと携帯を見れば正確な数字があるんですが、これは弁護士の愛知先生が今日フェイスブックに挙げられていた数字なんですけど、ちょっと正確に言いましょうか、79,472 票、36.7% 取ったんですよ。で、2014年の総選挙では
減らしてですね、5万8198票、30.6% でした。で、2015年の府議選、この時にさらに減らして、5万4982票、得票率はこれ、投票率そのものが低かったせいもあって、34.8% に回復をしました。さて、今回、8議席取ったんで、うおー、大変だと思われて、あるいは新聞はですね、維新に勢いとかって書いてますが、ダブル選挙に勢いをつけたって書いてますが、3万9729票、半減です。12年の総選挙の時は半減です。で、得票率は 22.7%。で、だから、ちょっとびっくりします。8議席取ったしね。で、新聞はメディアはね、維新に勢い、ダブル選挙に弾みをつけたって書きますけど、ここから見て取れるのは勢いが落ちてる、壁面に落ちてる。で、前の府議選は住民投票の前ですけどね、その時に取った票を1万5000票も減らしているわけですから、まあそんなもんなんですよとで、だから過剰に恐れる必要はない。ただまあもちろんメディアがそうやって取り上げるので、勢いがついたみたいな、その何て言うかな、メディアの煽りに、まあね、負けないようにするということ、これが第一かなと思います。で、維新そのものは、かつての勢いはもはやないと、ない、それで奪還してはいけませんけど、なんか東大阪に負けたからということで、なんか真っ暗になる必要はないということですね。これは1点です。だからもう一つ、今日の話で先ほど中野さんが言われた新自由主義との戦いになるという話、その通りだと思っています。で、その新自由主義との関係で、一つこれは、この間、藤井聡さんがホームページで挙げられていて、でこの間、23日に僕も藤井さんたちが開くシンポジウムで、パネリスト、報告者として立ちましたけど、そこで藤井さんが提示されていたエビデンス、まあ、要するに維新、政治を考える上でのエビデンスとして挙げられている、とっても大事なポイントがあります。それは新自由主義政策に基づいて、これもともとはね、財政が危機的な状況で、大阪市のその財政危機を打開するためにということで、新自由主義的なその緊縮政策をやった。で、その結果どうなったかというと、この7年の緊縮政策の中で、財政赤字がものすごく悪化したっていう事実ですね。で要するに緊縮をして、財政再建もしようとして緊縮をした結果、財政再建ができたんじゃなくて、むしろ被災許可団体にまで転落をして、勝手に、自分たちだけでその公債を発行することさえできなくなっちゃった。で、赤字はものすごく増える。緊縮で財政危機のためにこう金を使わないように切り詰め緊縮した結果、その結果それはどうなったかというと、要するに、みんな大阪府民が貧しくなった。その結果税金が払えなくなった。で、税収が激減したっていうこと。だから緊縮して減らした分よりも税収が減った分のがはるかに大きかったから、ますます財政赤字になった。でもうやめましょうよってことですね。これはもうものすごく決定的な論拠になると思う。新自由主義的な不正が大失敗だったということです。で、これは藤井さんなんかこれを強調して、しすぎることがないというふうにおっしゃってます。それからもう一つは先ほどの教育の教員の採用というね、応募がめちゃくちゃ減ってるっていう、そういう話もそうなんですが、とにかく今度はですね、維新の7年間の不正が問われるんで、どれだけひどいことをやったのかって、この間僕平松さんの前で言って、平松さん申し訳ないんですけど、前の選挙の時は要するに平松は平松さんを攻撃すればよかったと、ね、自分の前任者を攻撃すればよかった
で、だけど今度は前任者の攻撃できないわけですよ。前任者は自分たちですからね。で、この7年間何やったかっていうこと、これはね、あの証拠はいっぱい出せる。少なくとも藤井さん7つのエビデンスって言ってるんだけど、これはぜひホームページご覧になっていただければいいと思うんですが、やっぱりそういうところできっちり批判をして、なんか向こうはデマを流しますが、こっちは絶対デマを流さないですね。あのエビデンスに基づいて、それを確実にこう府民の間に浸透させていくということが、これこの戦いは大事になるのかなというふうに、思っています。だから何したってこれはかなり分かりやすいですよね。新自由主義的な緊縮をやった結果、財政赤字が拡大した、まるでギリシャギリシャそのものでそういうことをですね、もっともっと、まあ、分かりやすくですね、多くの国民に訴えていくことが大事だし、さっき言ったみたいにかつての勢いはもはやないわけですから、そこのところで戦っていきたいというふうに思うわけですね。さて、そんなことで前置きがなくなってしまいましたけども、まあ、一体何をどういうふうに勝ったのかっていうところから懐かしく思い出してみ、たいと思うんですが、これはなんかノスタルジックにですね、ああ昔は良かったなって話ではなくて、やっぱりどう戦ってどう勝ったのかっていう、そこから何を我々は引き出すかっていうことだと思います。まあ、そこをやっぱりちゃんとしておきたいと思うんですね。こういう結果でした。これね、どういう数字だったかというとですね、実は期日前投票に40万ぐらいの投票がありました。この期日前投票で実は4万5000票勝ってたんですね。 12%、 これは浅野秀也さんからいただいた情報ですけども、 12% ぐらい勝ってた。これは出口調査の結果ですね。だから4万5000票ぐらいリードしてたんです。で、当日3万5000票負けたんです。で、だから逃げ切ったんですよ。で、これはね、本当に期日前投票にみんなをね、その、なんていうかな、反対と思ったらもうすぐ投票に行きやっていうふうに運動しましたけど、あれが功を奏したんですね。で、本当に逃げ切りでした。期日前でずっと毎日か投票日といって我々がやった、その成果、それが4万5000のリードを生み、で、当日の要するに最後の3日間で情勢が変わったんです。で、そこで橋本が追い上げた、必死で追い上げたんだけど、どうやって追い上げたかっていうのは後で話しますが、でもその追い上げが届かなかったということですね。で、これが ある意味橋本の限界、橋本新政治が示した限界だったと思います。4万5000票リードしてるって話を聞いて、3万5000票負けてるっていう数字を見て、勝ったって途中でこの結果前に僕は1万票差で勝つって予言していたので、神かと言われましたが、別に神でもなんでもないんですね。ちゃんとした情報さえあれば誰でも読めた、そういう結果だったんですけど、まさに1万票白票の差ではありましたけど、でもやっぱりトータルに選挙運動期間中、選挙運動っていうか住民投票運動期間中ね、もう毎日が投票日だっつってやっぱ頑張り抜いたこと、それが最後3日間でいくら橋本が追い上げようとしても届かなかった、それはやっぱり市民全体が勝ち取った勝利だったというふうに思いたい、思いますね。だからそういうこともやっぱり確認しておきたい、そういう数字です。で、まあ、ここでとどめを刺したって言ったんだけど、とどめは刺しながらなかなかしぶといとどめはまた次の、ね、11月22日になるんですが、やっぱり本当にとどめを刺さなきゃいけないということになります。で、どういう戦いだったか、一つはまず政党、自民党から公明共産民主まで、そう並べ方が変で変ですけど、まあこういう、まあ、国政ではいろいろね対立があったり、まあ今度まあ、ややこしいのはね、つい1週間前までで、安保法制というか戦争法で、真っ向を戦ったところがですね、また大阪との問題、大阪の問題、ダブル選挙では手を組むというですね、そういうウルトラシーをやってのけることになるわけですが、ただできちゃうんだよね、
できちゃうんですよ。それはやっぱりね、国政の問題ではない、国政でどうあろうとですね、この大阪では、共産党から自民党まで、手が組める宣伝会を並べたんですからね。で、並べる話だったんですよ。これは僕もこの交渉のところに偶然立ち会ったというか漏れ聞いちゃったんだけど、最初はね、宣伝会2台連れて、自民党の宣伝会には自民党の議員、ね、共産党の宣伝会には共産党の議員というふうに決めていたんだ。その前、最初はね、共産党の宣伝会は南、自民党の宣伝会は北で、そこに出入り乗るって話だけど、それは無理だって両方言い出した。まあ、そりゃそうだよね。宣伝下お城ですからね、まさか城を受け渡すわけに、引き渡すわけにいかないわけですよ。で、じゃあもう並べましょうって話に落ち着いていた。でところが現場に行ったらですね、これは自民党の皆さんに本当にね敬意を表しますけど、柳本拓司さんがトコトコって降りて共産党の宣伝下に乗っちゃったんですよ。でだからみんなびっくりして、で竹本さんも一緒に乗っちゃったし、辻元も違う話が違うだろうって言ったりと思って、結局共産党の宣伝会に乗っちゃったっていうね、そういうオチだったんだけど、本当にね、まあ、ハプニングも含めて、それからもう一つは柳本さんの決意ですよね、覚悟ですよね、共産党の宣伝会に乗る、そういう覚悟を示したっていう意味でもすごい出来事だったと思うんだけど、そういうふうにしてこの合同演説会っていうのができました。でなんでこれできたかというと、要するに議会とは何なのかということを議会人としてやっぱ考えたと大きかったと思いますね。今日 のお配りいただいた偉いこっちゃの会 の柳本明さんのところをお読みいただくとね、議会とは何かというと熟議の句なんだと、その熟議に持つ民主主義が大事なんで、これ僕実は藤井さんが呼びかけたと森さんが呼びかけた学者の記者会見とそれから説明会でその話を必死でしてたんだけど、柳本さん聞いてくれていたんだろう、くださっていたんだろうと思いますけども、でもね、それ別に僕がそういうことを話したからじゃなくて、議会人としての実感ですよね。つまり議会であれだけ議論して熟慮してやったことを手のひらを返すように覆して、で議会ぶっ飛ばして住民投票にかけるなんていう、そういうやり方は、ね、議会人として絶対許せない。これが多分これだけの政党がいろいろ紆余曲折あったけど反対をした最大の理由だろうと思います。でそういう議会のレベルの議会人たちの反対、それを取り囲むように、これ偉いこっちゃの会社のすいません名前が入ってないんですが、いっぱいあって総の会も入れなきゃいけないといろいろあるんですけど、とにかくたくさんの市民団体ですね、民意の声から、よくする会まで、幅広い市民のネットワークを形成して、でそれを支える、あるいは議会から始まった共同が市民レベルでますます大きく広がっていった、そういうことはですねとても大きかっただろうと思います。そしてそれがですね、この市民レベルのネットワークの拡大、共同の拡大っていうのが普段動かないところを動かしていた。でこれはもうかなり決定的ですね。町内会、そして商店会、医師会、歯科医師会、薬剤師会、商工連盟、これ中小企業者の商工会議所ですね、トラック協会、バス協会って、なんでこう陸上交通が全部勢ぞろいしたのかって不思議なところがありますけど、こういうところはみんな反対に声を上げた、そういう広がりを見せたんですね。でまさにオール大阪の京都が実現したんだと思います。でその実態は何だったかというと、本当に血を這うようなその行動がいっぱい繰り広げられたということですね。大阪の巷に、これどこの誰がやってるか関わりなく、自民党系の人もいたでしょう、自民党議員もいたでしょう、共産党系の人もいたでしょう、それから公明党の人たちもね、わずかだけど、これは創価学会の中央から
表に出るなっていう非常にきつい縛りがかかったので、それを打ち破って、出てきた人たちも含めてですね、みんながこう ちまたちまた、実時で、そして対話をしていったんですね。でこういう素晴らしい学校が展開していったっていうことです。でしかもね、これ何て言うんだかな、まあ上の方でこうその政党が同じ宣伝会に乗っちゃったっていうのは見たこともない光景を見せられたもんだから、もう何でもありになっちゃったのね、こう現場に行くとね。で偶然隣で、隣って同じ時間帯に同じ駅頭で、いろんな党派の人たちが宣伝やってんだけど、もう面倒くさいから一緒にやりましょうみたいな話になって、で、まあ、そこに例えば平松さんが来ちゃうと、平松さんを囲いで共産党と自民党と議員がね、みんな並んで追対峙してですね、でビラもなんかお互いのビラを、自分たちのビラがなかったらお互いのビラをね交換して巻き合ってるなっていう、本当に見たことのない姿が展開したわけですね。でそういう中でどんどん市民の変化が出てきてたということ、それが大きかったと思います。それからもう一つは、SNS を使ったすごい共同が広がったんですよね。これは僕は日本社会でこの SNS だとかが民主主義の上で有効な機能を果たすってあんまり信じてなかったんですが、この大阪都構想で考え変えました。ものすごい有効なツールですね。でこのネットワークの人たちもそうでしたし、それからえらいごっちゃの会や、それから民の声、国の力、そして抑制力、明るい会、他にどんな人たちがいたのか分かんないんだけど、しかも匿名だったりするので分かんないんですけど、ものすごいツールが交換し合われて、励まし合いがなされて、でどこどこでやるっていう情報が共有されて、でもうそんなのどこが主催するか関係ないですね、都構想に反対だったらもうとにかくみんなが駆けつけるみたいな、そういうことがわっと展開してきました。で、特にそのこのメディアを使って動画だとかアニメだとかフライヤーだとかって、それはまさに得意技を生かしてものすごいいいコンテンツが出回ったんですね。で橋本はさっとで言うように5億もかけて、あるいは10億とも言われますが、その金が実は維新分裂の引き金になったと言われてるんですけど、2000人ぐらい動員したんだけど、その動員したそのお金がね、返さなかったとかいう、つまり東京系の人たちがですね、俺たちに手弁当で、ね、人件費もかかってるし、あれみんな人件費一番いくらだって言ってましたよ、正直な連中がいましたね投票所で話をする、話しかけるとね、みんなペラペラ喋るんですよ、まあ、こんなこと話してていいのかと思うんだけど認めらってんの1万5000円ですよって言って、そう1万5000円いいねと言ってやってたんだけどね。でそれだけ動員したんだけど、そのお金返してないんだよね、東京の人たちにね。でそれがこう維新の分裂の、大阪分と東京分との分裂の一つの原因になったという噂も飛んでいる、まあ、そういう話なんですが、ものすごい金かけてやりました。でテレビコマーシャルを打ちました。5分のテレビコマーシャルやりました。だけど5分のテレビコマーシャルを見た人の数と、相当閣下お怒りですを再生してみた人の数とこっちが多いかという話ですよ。相当閣下4バージョンか5バージョン出ましたから、ね、あれを見た人の数が圧倒的に多いと思いますよ。でものすごい普及しましたから、でそういうですね、素晴らしいコンテンツ、テレビなんか別にジャックしなくたってインターネット上に動画が山ほど出たんですから、でそういうものをみんなが共有し、そして拡散し、でもう相当閣下なんか誰が作ったか分かりませんからね、あれ一人の人じゃないと、いろんな人が作ったんだと思うんですけど、そういう匿名の人たちも含めてですね、すごい宣伝戦が世界、ネットの世界を中心に行われていた、これもすごいです。で朝日の調査によると、これ朝日新聞デジタルの報道ですけど、もともとツイッターがね、橋本徹のこうなんていうか最大の武器とされていたんですね。だけどこの選挙、投票、住民投票期間中、
反対の発信が 72% で完全に圧倒したんです。でだからネット上その Facebook や Twitter の世界で橋本が圧倒的に強い、ネット力が圧倒的に強いと言われていたその世界を、反対派市民が凌駕した、むしろジャックしてしまった。でそういう戦いだったんですね。でこういうことはやっぱり次もやらなきゃっていうことですよ。そして、そういう中で、できるだけ顔を見えるタイミング期待を展開していった。でそういう中で僕は実はある段階で絶対勝ったと思ったんですね。でその確信をもたらしてくれたものは何だったのかっていうと、この手書きビラです。でこれワープロさえ使ってない。でどういう人たちが作ったのか、多分おじいちゃんおばあちゃんですね。ワープロさえ使えない人で、その人たちがもうやむにやまれない。これまあ読みにくいビラだしね、どんな効果があったか分かりませんよ。でもおじいちゃんおばあちゃんが自分で手書きで書いて、ね、それを多分コンビニでコピーして、でそれをね巻きながら歩いてたって言うんですよ。でそういうのが1種類2種類じゃないんですよ。僕まあコレクターですので、ネット上でコレクションしたんですけど、僕が確認しただけで17種類です。でそういう戦いだったんですね。僕はこの手書きビラが出た時に、まさに何でもないたった一人一人、おそらく何の組織も属していない。で西先生のところにも投函されたんですけどね、西先生のところから1枚もらったのか、その写真を。で どれだっけ、あのこの一番上の下のやつか、ね、で本当にそうなんですよ。道路で道で歩いて、あの多分一番上のやつが清水正さんが路上でもらったの、歩いてるおばあさんから手渡された。でその一番下が西さんのところに投函する。でこれ十何種類あるんですよ。ですごいですよね。でまさに何の組織も入っていないだろう、ワープロさえ使えない、そういった人たちが自ら手書きで書いて巻いている。これがね、まさに、一人一人の市民の自覚的立ち上がりですね。僕これ見た時に、あ、なにわの市民革命っていう名前がぴったりくるなと思った、そういう出来事だったんだというふうに思っています。で、橋本はテレビ CM を流し、300台の宣伝カーで、まあよくも走ってましたね。オーロラビジョンも受けてね、ドアー走ってました。ちっこいのも含めてね、300台で、当日2000人のオレンジ T シャツ舞台、これは一種異様でしたね。そして新聞折り込み毎日、しかもチラシじゃない冊子パンフレットを折り込んでね、もうどんな金を使ったかというの。でもそれだけめちゃくちゃに金を使って物量作戦で来たけども、結局それをはねのけた。それは何だったのかって、この手書きビラですよ。これが出るような、そういう反対派の運動が、橋本の物量作戦を凌駕した、そういう戦いだったと思います。でやっぱりこういう戦いを、あんまりこうやってハードルを上げるとまたやらなきゃいけないんです。でも我々はこういう戦いをやって勝った。そしてまたこういう戦いをやることで、橋本の生き物を決めなきゃですね、ということなんだろうと思います。でこれは池田佳代子さんという、翻訳家の方に言われたんですが、大阪では今民主主義の学校が展開してるんですねというふうに言われました。なるほどと思いました。ずっとね、地方自治っていうのは民主主義の学校だって言われてきましたけど、言ってみれば戦後70年初めて民主主義の学校が本当に開校された。でまさにその住民投票の中で、一人一人が民主主義を学んでいった。でそういうことが展開したんだろうというふうに思っています。で、これはまあ言ってみれば会見の国民党での横演習にも、新聞での横演習にもなったと思いますし、とっても得難い経験だったんだろうと思いますね。さて、その結果、どういう投票結果になったのかということです。で、この
票はですね、例の辛坊が、辛坊さんがあのシルバーデモクラシーといったグラフで、あのそのシルバーデモクラシー論というのはめちゃくちゃだっていうのは、これ投票率かけてないからね、投票率、それが絶対投票数をかけてないので、ただこうあの世代ごとだけで、やってるので、めちゃくちゃな結果なんです、そのシルバーデモクラシー論というのはね。だけどそれはそれとして、ただこのグラフってとってもやっぱり示唆的なんですね。で、一体どこ誰が賛成したのかっていうのはある意味わかる。で、一番賛成した人が多かったのは30代男性、次は40代男性、そして50代男性です。20代男性ですね、30代、20代、40代、そして50代です。で、要するに20代から50代まで、あるいは30代から30代を中心とした、そういう男性が一番都構想を支持した、これは間違いないっていうで、女性はそんなに支持してないね。で、あのこれで実態がどうわかるかっていうことは別にして、我々はここから読み取れることは、どうも30代から50代ぐらいの中堅男子があかんねんという、ね、でこれははっきり見えない。で、次で、その若い層がすごく賛成したというふうに言われます。さっきの辛坊氏がですね、このシルバーデモクラシーで20代30代の若い人たちの夢を年寄りが潰したんだと言いました。で、だけど本当に若い人が支持したのかということですけどね。で、確かにこれ出口調査を見るとこういう数字が出ます。で、だけどそれもですね、ちゃんと分析してみる必要があるんで、世論調査っていうのが1週間前にありました。で、これ1週間前なので、この1週間の間にそんなに変わったとは思えないんですね。で、見ると20代女性なんてね、賛成わずか 17.1% しかいないんですよ。で、30代も 29.9%で、男性でもね、30代男性は 50.9% ありますけど、そんなに高くないんですね。だけど出口調査を見ると20代女性が 56.3% でしょ。ああ、すみません、ね、で、20代男性が 67.1%、 30代女性 55.3%、 30代男性 71.6% で、そんな劇的に変わるはずがないんですよ。嘘をついてるのかって、そうじゃないんですね。何かっていうと、結局世論調査の結果、賛成している人は少なかったけど、反対している人は投票に行かなかったということです。単純にそういうことです。で、賛成しているわずかな人が、つまり女性で言えばこの 17.1% の人たちがだけが投票に行ったの で、こっちのね、反対している残りの 80% したら投票に行かなかったということですよ。その結果、出口調査では、ね、その女性が20代女性 56.3% 賛成したという結果になった。これは何が原因かというと、若い人たちの賛成層だけが投票に行き、反対層は投票に行かなかったということです。で、それは我々の弱さです。つまり反対している人がこんなにいたんですよ、ね、数字的に言えばいたんです。20代女子8割が反対だったんですよ。だけどその人たちを投票所に生かすことができなかった。それが我々の弱さ。逆にわずか 17.1% の若い20代の賛成女性を投票所に足を運ばした、これが橋本の強さということです。で、ここのところを冷静に見ておく必要がある。だから辛坊が言うそのシルバーデモクラシーなの何なのっていう、そういう決着さえ話悪い話はいいんだけど、ただ我々は冷静に20あの若年層では、世論調査で圧倒的に賛成が少なかったのに、
出口調査で圧倒あの賛成票がすごい数出てるっていうことは、結局若年賛成層っていうのが投票所に行ったんだっていうことですね。なぜ行ったのかということを考えなきゃいけないということですね。それからもう一つ、このあまりいいなんですかね、面白くない絵ですけど、これもあの本当グラデーションすればね、こんなはっきりした差でなんか赤と青でやるからこんな差があるように見えるんだって言われるんだけど、でもこれも意味がある。やっぱりこの淀川、北、福島、西、中央、宮古島、上等といったあたり、このあたりに賛成する人たちが多かった。この特徴は何だろう。高層マンション群がいっぱい建っているところだよね、宮古島そうですね。で、そういうタワーマンションが林立するような場所、そしてそこに住んでる人たち、それはやっぱり賛成票を投じたんだろう。その分この北エリアが賛成票が多かったということなんだろうということですね。で、そういうふうに、読み解いていくと、まあ、すごい粗略な粗雑な海ですけど、でもだんだんいろんなことが見えてくるということです。で、高齢者、貧困層の多い地方、地域では反対票が多かったということも事実。で、そうすると、こういうところから見えてくるのは、どうも維新の支持層というのは二重構造になっているということですね。あの、なんか橋本は自らふわっとした民意が俺を推している、私を推しているんだとかっていうので、そういうふうに僕らも信じてる。で、メディアもなんかそうやって書くので、そういうふうに僕らは信じ込まされてしまっていて、いまだになんか橋本をふわっとした民意、若年、非正規、の若い人たちが圧倒的に支持しているなんていう、これはだから辛抱の辛抱さんのスーパーデモクラシー論でもそうですよ。若い人たちの希望と夢を年寄りが潰したっていうわけですからね。でもそういう巷に流れている暴論、そして固定観念、そういうものはやっぱりこの事実から、ちゃんと、見直さなきゃいけない。で、それはどういうことかっていうと、ガチな支持層っていうのは、ね、貧乏人でも低学歴でもニートでも引きこもりでもないんですよ。むしろそれと対極の日本社会のエリート層だっていうことです。30代から40代勝ち組ホワイトカラー、それが維新のガチの支持者だ。これはだけど、実際に街頭に出てビラをまいたり対話をしたりした人は全部実感的に分かっている。つまりこれは実感と一致するんです、この分析は。僕も実感しました。僕は最終日投票日、あのネット上でね、全部の投票所を制圧しようって言って、維新はあの2000人の部隊を動員しているので、各投票300の投票所に5人ずつぐらい貼り付けることができた。だから全投票所に維新が立ってたんだけど、我々は右往の衆なので、ここは抜けてる、あそこが抜けてる、あそこに人がいないとかって言ってネット上で大騒ぎになったんですよ、フェイスブック上でね。で、僕もそれを見て、まず最初はあのここに来ているけど服部さんがですね、南森町のところのなんとか小学校が空白になってるっていうから、そこへ飛んでいきました。そしたらもう自民党の人が立ってたので、じゃあもうここは任せるから、どこに行こうかってネット上で情報交換したら、西区が今空っぽですとか言って、で西区のなんとかに行ってくださいって言ったら、もう誰か立ってたんで、すごいですよ。だから見て立ってるんですよ。で、それでもう一つ空いてるとこないって言ったら、北堀江のとこが空白ですって言うから、そこに行って、そしたらまた一人、ね、立っていて、で、まあ、その人と仲良くなってですね、今でもあの Facebook 友達なんですけど、でも、そういうふうにしてあの埋めたんですよね。で、そうやって、行くと西区にいましたからね、あのもうそれはガチの支持層が闊歩してますから、高層マンション群の中に投票所があってね、
でそこからこう出てくるわけですよ。子供たちはなんかローラースケートみたいなので遊んでるしね、ああなんかハイソな、こんな大阪にねハイソな街があったのかって思いながら立ってました。でみんな維新のオレンジ舞台によっとか言いながら偉そうにね。で奥さんはですね、皆さんパートナーの人はですね、なんか散歩後ろ歩いてですね、おそうなんだ、日本のエリートサラリーマン層っていうのはああやって高層タワーマンションに住んでる人っていうのは、専業主婦の奥さんが散歩後を歩くっていうようなそんな暮らしになる人だと思いましたよ。随分違うなと思ってですね。だけどそういった人たちですよ、ね、でその30代40代カッチビンホワイトカラー層で、彼らは大阪定住者ではない、たまたまと転勤で大阪に来てる、そういうような人たち、そしてその専業主婦、専業主婦なんて今そんな層以外にはないでしょう。日本大阪この貧しくなってしまって大阪でですね1馬力で食わしていけるってよっぽどのことですよ。2馬力なかったら食っていけない。だから専業主婦層なんかいない。チチンプイプイを見てるのはこういう人たちですよ、ね、でその橋本がものすごくこうメディアで注目を集めてキャーキャー言われていたのはその専業主婦層が見るテレビでしょ。ね、でそういう人たち、これはだいたい30万から40万ぐらいいるんだと思うんですね。でだからこの人たちはどんな状況でも維新に票を入れるので、あの出直し市長選挙のバックみたいな選挙でも37万票出たんですよ。あれ20万票ぐらいしか出ないと思ったら37万票出た、びっくりしました。つまり何があっても橋本に入れるんですよ。そういう人たちが30万から40万いるんです。そういうふうに見るとずっと実はどんな選挙でもそれだけは確実に出てる。で今度も出ると思う。そこはガチ、これは説得のしようがない。でほとんど思考停止してますでいや本当にそうなの。この間あの藤井先生のシンポジウムで躍進さんの話を聞いたんだけど、躍進さんも自民党のね議員さんに、まあ、とにかく自民党の支持率は4割も崩れてんだけど、どうなってんだって聞いたら、いや、もうね、何言ったって無駄なんですよ。で、反対するのが、反対だったら対案だ、もう機械的、反射的に、反対、じゃあ対案っていうね、もう何も考えない、まさに思考停止してるわけで。そういうタイプの、人たちです。で、そういう人たちはなんかシャドルズ来てるけど、シャドルとかシールズなんか見るとあのバカたちがって言われるんですね。自分は頭がいいと思ってる。でシャドルやシールズの方はずっと勉強してるんだけど、どうせあいつらあの都構想の協定書も読んでないしとか、今度安保法案でね、安保法案読んでないくせにデモなんかしやがってってアホだあいつらとか言うんですよ。あの新橋とかなんかでこうインタビューするとそういう人たちがそういう答えをしますよね。僕フェイスブックでそれを晒して、ちょっと遊んだことありますけどでもあの大体そういうパターンで、自分たちは読んでるわけじゃないでしょ。あのただほとんど情報を受け入れしてるだけなんだけど、自分たちはかなり頭がいいと思ってる。で自民党の議員さんたちも自分たちの支持層の中4割がそういう人たちがいるものだから、傾きれなかった。で説得できない、何言ったって言うんだ、何回言えば対案示せる、もう反射的にそういう、そういう人たちですね。でそういう人たちはどういう人たちかっていうと、もう新自由主義的な改革に幻惑された人たちです。で要するに小泉改革以降のあの規制緩和、構造改革、そして、その財政再建、行政改革、構造改革ってそういうものに完全にいかれちゃった人たちで、もうそれに対してはもうほとんど思考停止に陥って、でさっき言ったみたいに大阪府が緊縮財政、新自由主義的な緊縮財政をした結果財政赤字を解消するはずが、かえって財政赤字を拡大してしまったなんてことを言ったって多分彼らは反応しないと思うんだけど、あのそんなエビデンスを突きつけられてもね、それでも改革は途中だからだ、これはあの竹中平蔵、中野さんが大嫌いな竹中平蔵の決まり文句ですね。うまくいってないじゃないか改革は、ったら改革が中途半端で終わってるからだ、必ずそういう
で、これはもう一つの決まり文ね、で完全に思考停止して、でそういった人たちです。で彼らは実はですね、ものすごい重税感を感じている。でだってそうですよ、大阪ってさっき言ったら大阪府民もどんどん税金払えなくなって財政赤字を出しちゃったわけですから、税金払えない人いっぱいいるわけですよ。で貧乏人の町ですからね。その貧乏人の町に自分たち金持ちだから、税金を俺たちだけ払ってる。でその払った税金誰に使われてるかっていうと、税金払わないの貧乏人のために使われてるんだと、あの年寄りのために使われてるんだと、そういう発想ですよね。だからものすごい腹立ってる。自分たちの税金が高齢者や貧困層に使われることが気に食わない。だから社会保障なんか切り捨てればいい。なんで生活保護費にあんま金を使うんだと。それぐらいで俺たちの税金負けてくれよという、こういう人たち。でこういう人たちがいるんですよ、大阪には大量にいます。大阪府に拡大してももっといる。つまり大阪府の 郊外、衛星都市に一戸建て、あるいはマンション、そういったところで暮らしている。そんな治安の悪い大阪市の真ん中では暮らしてないですよね。だからそういった人たちが一定の層、大阪にはいるんですね。で、この人たちの、感覚、これが橋本を支えているんですよ。で、この層と我々は本当は戦っているんだということをやっぱりちゃんと見ておく必要があるんだというふうに思います。で、それともう一つ、これを取り囲むようなもう一つの層がいるわけですね。でそれはいわゆるその橋本のポピュリズム的な煽りで、最後の最後、最後の3日間にさっきの若年層が、世論調査では 17% であった20代女子がね、投票出口調査では 50% 投票したのはなぜかって言ったら、煽られたから。この橋本の煽りにバーッと流れる、風に吹かれるそうです。でこれが橋本流のふわっとした耳で、橋本は最後の3日間に何を言ったかというと、都構想を負けたら私は引退する、橋本を殺させるな言ってキャンペーン張ったでしょ。でこのキャンペーンにどっと動いた若年層が最後その70万近い票に膨れ上がらせた。だからこの構造は二重構造、ガチの支持層が30万から40万、そこに風でわっと動く、それは最後の最後、最後1日あれば形勢逆転できると橋本は豪語してたわけですから、そういう徹底した煽り、それで、乗せられて、動く若年層が20万から30万いて、でしかも犯罪的なのはこの取り巻く層っていうのは、この上のガチの層と対極の人たちなんでね。だこれはものすごい、僕は道義的に言ってものすごく犯罪的だと。こういう勝ち組サラリーマン層が自分たちの主張を通すために、自分たちの対局にいる非正規の若者を煽って自分たちの味方につけるなんていうのはものすごいけしからん、僕は道徳的に許せないと思うんだけど、そういう行動、そういう二重行動を実は維新が取っている。でこの上の層がいるから維新って意外に強いんですよ。だから東大阪でも8議席取るんですよ。何も驚くことはないんです。だけど怖いのはそこにこの下の層がついてきた時、これをどう、まあ、防ぐか、分断するかということも一つのポイントになると思いますが、要するにそういう風を吹かせないということが大事になるんじゃないかなという気はしています。はい。でそういう中から浮かび上がった大陸軸は何だったのかというと、一つはまさにそういう新自由主義的な市場なのか、それとも都市っていうのは再分配するためにあるんだから、再分配の装置としてまっとうな再分配をやろうよっていうことですね。再分配っていうのはお金持ちからお金を集めて、税金の金を集めて、そのお金を困っている人、貧しい人、救いを求めている人たちに分配すること、そのためにあるんです都市っていう。
ね、市場に任せたら格差が拡大するだけで、巻き組みができていく。でそういう市場の格差を拡大し、貧困を拡大していく、そういう市場の作用を緩和して、そしてみんなが幸せになれるように、お金持ちからお金を吸い上げて貧しい人たち、困っている人たちに回す、これが都市の役割。この役割を果たさない都市は必要ないんです。国家もそうなんです。国家っていうのもそういうもんです。でこの再分配の機能を真っ当に果たさせましょうよということですね。そういう対立だった。で再分配は福祉生活、あるいは中小企業の補助、なんかそれを、まあ、あんまり大型公共事業にばらまいてもね、実際にはこうみんなの懐が温かくならないから、できるだけ懐がみんなが温まるような、そういう再分配をするに越したことはない。で、まあ、その辺は自民党から共産党までって話になると若干思惑が違ってくるので、もっと議論をしなきゃいけない、まさに熟議をしなきゃいけないんだけど、そういう再分配をちゃんとやりましょうって話。それからもう一つは、まあ、その戦争が平和かっていうのは、これ実はちょっと今日の話からいきます。で独裁多数決なのか民主主義熟議なのかっていうことですね。さっき言った議会人として許せないっていうふうに言ったのは、議会っていうのは熟議の筆、熟議をすることこそが民主主義だという一つの民主主義観に基づいて得た怒りです。それに対して橋本が言うのは、多数決が究極の民主主義だという言い方をします。で実は民主主義観が問われている。多数決なのか、みんなで話し合って決めている、みんなの意見を汲み取りながら、みんなが納得できるまで話し合って決めている。でこれは時間がかかる、これは民主主義のコストです。民主主義っていうのはもともと時間がかかる、時間がかかるっていうのは民主主義が払うべきコストです。でもそれを払うことで、みんなが自分たちの意見がそれぞれ尊重されながら、みんなが納得できるところで、政治が行われていく、それが民主主義だけど、それを途中で断ち切って多数決をやるっていうのは民主主義の敗北なんです。熟議を諦めて多数決をやるわけですから、本当は多数決っていうのは熟議に失敗したときにやむを得ずやる。だけど橋本っていう人はそう思ってない。民主主義って多数決だと、多数決こそ究極になる、それで負けたんだからね、だったらされよね。だからあなたが好きな民主主義であなたを負けさせてやったんだから、負けたんだからと思うんだけど、でそうなると手のひらをまた返すんだけど、でもね、そうは言ったってやっぱり熟議と民主主義、どちらが本当の民主主義なのかっていうのが問われている。でこれはこのまあ、いろいろ自民党公明党の人たちも一緒にやらなきゃいけないので、いろいろややこしいけど、少なくとも安倍政権のこの夏の国会運営っていうのはまさに同じことを問われているんですよ。だから国民はこの安全保障法制をめぐる問題の中で、だって8割が、ね、説明不十分で議論が足りない、で7割近くがこの国会で採択すべきじゃないって言ってた、つまり熟議を尽くせって言ってた、ものすごく学んだんだよね、今度は安全保障法制の問題で。だからそれについては自民党支持層の人たちも含めて多分一致できる。あれ乱暴だったっていうことは分かる。乱暴に多数決で決めるってことが民主主義とは縁遠いことだっていうことは、これは一致できるはずなので、つまり問題は橋本、そして実は安倍君にも共通するんだけど、そういう熟議を尽くさずに、そしてその熟議を尽くすという民主主義のコストを払わずに、多数決で物事を決めていくと、そういう民主主義に対してやっぱりはっきり引っ張りノーが言えるかどうか。でこれは今度の安全保障法制に問題が加わったので、ますます大阪市民の間、府民の間にやっぱり多数決で何も決めるのはおかしいというのは広がっているはずなので、これはもう一つの重要な争点になると思う。そして中央追随か自己決定か。でこれはもうそもそも都構想をめぐる問題って何だったんだったら、突然ですね、公明党の府本部の人たちが創価学会本部信濃町、公明党本部のリーダーしてるんですよ、創価学会の信濃町本部に呼び出されて、で住民投票まで協力しろって言われて、でそれで手のひらを返してしまった。
でだけど本心絶対反対だったので住民投票は絶対反対するぞということで前にやってくれたんですね。でもその住民投票の期間中もまあいろいろあの手この手やりまくりましたね。橋本はとにかく官邸と直結してで公明党や自民党を中央の圧力で黙らせようとした。で最後はラワンデブーまで来るので、その安倍君が大阪に突然乗り込んできて、で橋本と、まあ、最初は宣伝会に乗る、いやそこまでいかないと握手をするくらい、という話になって、竹林さんはあのそれを妨げるために何回も駅に行って体を張って止めようとしてあわや警察に叱りかけたっていう、すごい落ちがありました。話大きくなってる話大きくなってますねで、まあ、要するにそういうすっごいネット上にそういう情報がみんな共有されて、でみんなが何かできないかってやったわけだよね。でやっぱりそういう圧力をかけて5月3日に突然橋本の町が東京行って関係と信濃町に行った、あこれはもう大変なことになる。で創価学会から大阪の創価学会に、反対から賛成に回れっていうそういう指令が出るんじゃないかとか、そういう話がいっぱいあって、でもそれもねネット上で僕創価学会の友達いっぱいできましたので、そんなバカなことはありえない、じゃあそうなったとしても我々は絶対戦うとかっつって、そういう呼びかけがね出てきたり、まあ、いろいろ情報交換しながら戦いましたけど、でもとにかくそうやって中央の圧力、首相官邸の圧力っていうのがずっと背後に働いていたんですよね。でそういう中で僕は大阪自民党プレーンっていうのはすごいなって思うんだけど、最後まで戦い抜いたんですよ。で、その橋本じゃないや、安倍君が大阪に来るっていう時なんかは、中山康秀、氏が総務会で大演説を、でそこに大阪の戦場を放棄して、大阪府議団、市議団全員が上京して、二階幹事長で直談判になったというような話も、あ総務会長でね、直談判をやったというような話もあってですね、そうやって戦ったんですよね。そして公明党の人たちも創価学会の本部、信濃町の本部はものすごくいろんな圧力をかけてきたんだけど、それをはねのけて、そして8割が 反対に投票したわけです、創価学会の人たち。でそれは結局中央の思惑が何であれ大阪のことは大阪で決めるっていう、そういうことを彼らが貫いたってことですね。だから中央追随なのか自己決定なのか地方自治なのか、自分たちのことは自分たちで決める、そういうことがもう一つの軸になる。でこういう軸の前に自民党も公明党も創価学会も民主党もみんな間に中に亀裂が入ってひどい目にあったわけですね。だけどみんな頑張って大阪自民党フレンなんて4割の支持層が崩れた、自分たちの目の前で4割の支持層が崩れても戦い抜いたって僕は尊敬しますよ、自民党フレン。だから今度も戦えると、一緒に戦えると思います、思えます。でなぜ自民党の支持層が崩れたかって言ったら、さっきの新自由主義的な人たちが自民党の支持層の中に確実に3割4割いるからです。でそういう中で自民党も頑張り、創価学会も頑張って、でそういうところに実は本当の対立軸、対抗軸が走っていたんだ。その前に、まあね、いろんなところが割れた、官邸と党三役が割れた、官邸とフレンドが割れた、そして、創価学会内では副会長派と理事長派が割れた、そして民主党なんかもうどうしようもないぐらい割れちゃった。で民主党の中にもそういう新自由主義派いっぱいいるわけですかね、マリンとかポツンとかね。でそういう中で、本当にそれぞれが耐え忍んで、さっき言った新経済市場なのか再分配なのか、そして、熟議なのか多数決なのか、民主主義なのか独裁なのか、そして、中央追随なのか、それとも自己決定、地方自治なのか、住民自治なのかというところで、踏みとどまった。それがあの70万の票だったんだということを改めて確認したいと思います。で、もう時間がなくなっちゃいましたので、
実はこれは大阪だけで起こっていたことではないんですね。まず最初にさっき佐藤の幹部が言ったように堺で起こった、堺で起こったことを沖縄の人たちは堺でできるなら沖縄だってできるだろうと思うの、これ本当に言うんです。沖縄の人たちはそう言うんです。堺がモデルというものなんです。つまり堺が日本の夜明けを作ったと言って教科書に書かれる日が来るで、堺でできることは沖縄でもできると言ってやった。これ同じ構図なんですよね。でそれが発展してこういうね、国会の議員まで、共同で押すと。でこれすごいよね、那覇市で政治区赤嶺政権、共産党の赤嶺政権さんに自民党の人たち、元自民党の人たちが投票したんだよ。すごい覚悟ですよね。で僕も今度の統一地方選挙で花屋さんに票入れたんですが、すごい覚悟でしただけどね、でもこの都構想を戦って全然違和感なく、つまり一緒に戦える、もう保守とか革新とかじゃないんです。僕らの前に広がっているその対抗軸はそうじゃなくて、あの30代40代50代の男性ホワイトカラー勝ち組層の思考停止したあのおっさんたちね、あいつらをどうやって孤立化させるかなんです。それを取り巻いているそのふわっとした民意みたいなものをどれだけ引っ張らせるかということです。そしてそれ以外のみんなが手をつなげるかどうか、でそういう構図を作っていけば勝てる、そういうことなんだっていうふうに思っています。で今実は保守と言われてきた人たち、これは日本の中で最も分厚い層、この分厚い層が割れてるんです、分裂してるんです。で、新自由主義的な経済保守と、そして一方でそれを補完するね、国派的な政治保守、これが一つの同盟を作っている。安倍橋本同盟ですよ、ね、菅松井同盟ですよ。でそういうのが中央とそして大阪にいる、その核になっているのは歴史修正主義、靖国主義と、そして新自由主義、市場万能主義、そういう流れです。それに対してそこに絶対相入れない保守の人たちがいるんです。だってそうですよ、市場っていうのはあらゆる社会関係を破壊しちゃうんですよ。保守の人たちがとっても大事にしてきた地方地域のコミュニティ、地域のさまざまな共同性、商店街、みんなシャッター街になっちゃうんですよ、新自由主義でやったら、ね、で町内会もバラバラになるんですよ。そういうものに内心じくじたるものを感じながら、でも自民党だからって押してきた、あるいは押している、そういう保守の人たちがいっぱいいる。でその人たちは民主党が出てきた時に民主党に一回期待したかもしれないけど、民主党の甘いのフライの中に、みんな失望しちゃって、で、自民党にも帰れない、で民主党の不甲斐なさにももう戻れないみたいなことになって体力規制をした。それがこの間の選挙ですね。で今だから民主党は本気になってその視点を取り返していかなきゃいけなくなっていかないと思うし、でだけど多分自民党には戻らない、その人たちはね。だってもう安倍自民党ってそういう伝統的な保守の人たちから見たら得体の知れない化け物ですよね。で大体例えば長野なんかもう保守層が総崩れしてみんな安全保障法案に反対したでしょ。あれそうですよ、だって田舎の村からたくさんの若者を戦場に送り出して村めちゃくちゃにされた、この村の生活暮らし、これは平和じゃなくて守れない、それを守るのが保守だって思ってるんだから、そういう保守層の人たちが今の安倍君の自民党、あるいは橋本のようなそういう政治に、ついていけるはずがない。でその人たちが今その沖縄で言えば中里さん、尾長さんといったような人たち、大阪で言えば自民党不連に残った人たち、どうしてかというと維新というのは自民党不連があって出てっちゃったわけでしょ。大阪で起こっていることと沖縄で起こっていることは実は同じことなんだけど、
沖縄は自民党から社会保守と、まあ、ここで言っている人たちが追い出されたで、大阪では維新の会が割ってて、それでも支持層の4割ぐらいがね、新自由主義に共鳴してるからしんどいんだけど、でもいろいろな紆、ね、余曲折あるし、それ一人一人の条件はいろいろあるけども、でも全体としてやっぱりある種健全な伝統保守として、その安倍、にもついていけないと内心思いつつ、でも橋本には絶対ついていけないと思っている、そういった人たちが今すごく分厚い保守層として存在をし、でそれとリベラルと言われる人たち、民主党の人たち、そして革新と呼ばれてきた人たち、左派と呼ばれてきた人たち、そういった人たちが今実はその再分配だとか準備による民主主義だとか、そして、自己決定とか、そういうことでは手が組めるんですね。でこれは多分全国的どこでもやれる、だけど大阪は一番その先を進んでいる、堺が一番だ、堺がまず唇を切った、沖縄がその真似をした、そして大阪が都構想を葬るという形で、それに続いた。でだけどしぶといのね、とどめは刺してないんだけど、でも、そのとどめを刺すのは同じ枠組み、同じ人たちの共同によってやっていくんだということを再確認したいと思うわけですね。で、まあ、何が起こっているかって、もう本当にひどいですよね。大阪会議っていうのはもともとね、自民党が出したもので、維新反対だって言ったのに、これはそのなんていうの、困らせてやる、自民党を困らせて、で自分たちの得点にしてやろうということで、突然賛成に回ったんですね。抱きつかれて自民党がびっくりして、これはまあ本当に笑い話なんですけど、柳本さんが共産党の山中さんのところにどうしようって、維新が賛成するとか言ってきてるけど、自分たちで提案したもんって、撤回できないかなとか、いやそれは無理でしょう、いう笑い話があったんだけど、それはもう自民としては維新が反対すると思って、出してるのに、それにわざわざ乗っかってきて賛成しといてよ、実際始まったらこのボロカス会議だとかクソみたいな会議だとかってよく言うよね。だったら最初から賛成しなきゃよかったじゃん。そういうことを言うために賛成したんですよ。自民党はいい面の皮ですよ、ものすごい怒ってると思うんですよ。で今相変わらず未だに、関係は対抗馬を出すなという圧力をかけている、府議選に関して。どうしてかというと、分かりやすいよね、松井と対岸するわけですよね。で菅官房長官で松井君大好き、これもう何とも言えない個人的なつながりらしいです。新聞記者に聞くとね、あくさ、あの関係はもうすごく臭いと、臭いっていうか、もう何とも言えないもんだっていうふうに言うんですよね。でだから安倍、橋本、松井、菅っていうけど、その松井、菅っていうのはもう独特の関係なんだって。だから安倍、橋本のようなドライバーができない、ですごいレッドな親分子分兄弟分みたいな関係なんですね。で、まあね、でその安倍、菅君にとってみれば、例えば朝倉さんの名前があったりしてるけど、朝倉さんが出てきて安倍、松井、朝倉でガチンコやって、どっちが負けても菅は傷つくんですよ。自民党の朝倉さんが負けても菅の失点でしょ、自民党何連敗とか言われるわけだから、まあ、今度勝ったりしてるよね、負けた市長選勝ったりしてるからだけど、でもまた負けたって話になるわけで、松井君負けると自分のこうね、親の血を引く兄弟よりも杯を交わした弟分がですね、負けたらそれは個人的に傷つくわけですね。だから絶対に自民党出身の誰か対松井っていう、そういう激突は避けない、これが本音なんですね。だから府連に猛烈な圧力がかかる、ようです。
これはもういろいろ漏れ聞いてるのと、もうすごいことになってるみたいですね。で、そうすると、まあ、そこまでこうね、政権中枢から言われると、府連も相当しんどい。で、大阪市はだからどうでもいいんで、例えば党本部から推薦が出てるけど、そうはいかない、府知事はそうだということで、ものすごいややこしいことになるんです。だから、府知事選というのはどういう候補を立てるかということが最大の問題になるんだけど、そこでもやっぱり自己決定だよね、やっぱりね。結局戦っているのは官邸だったりするわけですよ。で、これは自民党の中だって官邸の言うがままになることを言いたくなくと従いたくないって言ったらいっぱいいるわけだから、ね、本当にそこで戦いになっていると思いますが、でもそういう中で、まあ、ダブル選挙になるということですね。で、これが最終決着だと思います。で、その共同の力、さっき確認した共同の力を市長選、知事選にやっぱり注ぎ込むべきだと思うし、共同で共に戦える候補者を実現していきたいと。大阪市長はもう市長選はね、柳本さん一緒に戦った仲間だから、いろいろあったけど、その間に戦争法をめぐる、いろんな戦争法、安全保障法をめぐるですね、いろんな問題あったけど、でもそれは大阪では自己決定の問題ですから、住民自身の問題ですから、それは乗り越えて戦おうじゃないですか。で、そういう中で、行きたいんですが、やっぱりその中で何を旗印にするか、やっぱりね、再分配ですよ、ね、みんなで助け合う。都市っていうのは再分配っていうのは助け合いですよ。助け合いで、この助け合いっていう価値を大事にする。都市ってのはそのためにある、その森君が立命館の森先生の後輩なんてそういうようになるけど、森君が大大阪大大阪ってやってるのは、でもそういうね、そういう理想を関始めって思ってたから、うんうん、で、それが都市なんですね。で、宮本健一さんは都市核なんて僕言いますけど、それも品位のある、そういう品格のある都市っていうのは、それは都市として何でも市場に回せる、そういう都市じゃないんです。みんなで助け合って共同してみんなが生きていく、それが都市核のある都市ですね。宮本健一さんに言えばね、まさにそれを掲げる。そのためには熟議が必要。意見の違いを超えて、立場の違いを超えて、徹底的にやっぱり議論してみんなが納得して進めていく、そういう民主主義が必要だと。そして中央の思惑とかそんなことに振り回されない、大阪のことは大阪で決める、そういう自治、自己決定、そうしたものが大事だ。この3つ、これがこの選挙でも問われるんじゃないか、そういう立場で大きな共同を作ってですね、今度こそとどめさせたいということで、皆さん共に頑張りましょう。ちょっと時間を、ありがとうございました。富田先生がね、漏れ聞かれた政治的情報をまた私たちが漏れ聞いて、もう今日から私たちはもう政治学者みたいなもんですわ。もう今日のことをね、街で語り合っていけばそうなるなっていうふうに思いました。もうとにかくガチの30万、ふわっとした20万、これはなんとかしましょう。もうガチを半分に蹴るってね、ふわをやめたら私たちが思いました。本当に先生ありがとうございました。もう一度大きな拍手お願いします。それではですね、後半ちょっとね、また参加してくださってる方がいるので、聞きたい情報もあります。富田先生、非常に良いお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。ちょっと東大阪の、ニュースを聞いてちょっとがっくりしとったんですけど、また元気が出ました。ありがとうございます。今アンチネットについて紹介いただいたんですけども、実はアンチネットというのはムキムキの名称があります。これは単なる愛称でありまして、本来は大阪府市の労働と人権問題を考えるんですよということであります。そういうのはもう4年にこの活動があるんですけども、
橋本さんが大阪府の知事になって、それから 2,3 年の間に大阪府の幹部職員が自殺に追い込まれたということは皆さんご存知だと思うんですけど、こんな市長とか知事とか市長がね、また大阪維新の会が大阪の自治体を牛耳っていくとね、まあいわゆるその本来自治体で働く公務員労働者が、市民のために働く労働者がですね、まさにもう、行政的なパワハラの中で自殺に追い込まれて、何人死ぬか分からないというような状況の中で、私たち NPO を起点にしてましたから、とにかく公務員労働者の人権問題とか、そういうものを考えていこうと、相談相手になっていこうということから、出発をしました。で、都合は3年の間に、11回のですね、シンポジウムとか集会を重ねてきました。それぞれ200人から250人集めてやってきましたし、まあ、とにかく住民投票の運動の中では、まあ、全員がですね、毎日も借り出して、ね、本当に自分の問題として戦うことができました。で、運営委員会も3年間ですから、毎月1回してるけども、まあ、現在では54回。いう重ねてます。いつ辞めれるかって言ってやってきたんですけども、ますます本日の状況ではずっと続けていかなという状況になってます。で、私たちはその中で先日もの会議をしまして、ダブル選挙に向けて、2つのことをまあ確認をしてます。1つはまあ先ほどから言われているように、先生が言われた幅広い反維新の戦線を組むと、これがもう皆さんも一致すると、これ当然だと思うんですけども、まあ、自民党から民主、公明、共産党まで含めてですね、社民党まで含めた大きな戦線を作るということが第一だと思います。で、それを作った上で、まあ、そのことをあんまり重要視するためにですね、例えば向こうが都構想を出してくる、都構想を反対だけで言うのかといったらそうではなくて、その次に来る、自分たちはどういう不正、姿勢を作っていくのかというか大きな課題になってくると思いますので、まあ、それぞれの立場で例えば自民党さんがいるから柳本さんがいるから自民党の政策を具体的に批判をできないなというとお互いが遠慮してしまうとね、どういう姿勢不正を作っていくかということが、置き去りになってしまってね、反維新だけで終わってしまうんで、それではやっぱり市民へのアピールがないと思うんです。で、私たちは2つ目の問題としてはやっぱり、公務員労働者が本当に自由に、市民のために仕事ができるようなそういう職場の雰囲気を取り戻すと、いくつもの公務員弾圧とか労働組合弾圧の条例を作りましたけどもね、これをやっぱり見直していくということです。それから何人かが不当な処分を受けている。で、裁判労働委員会でも圧倒的に勝利をして橋本さんも挙げてる。こういう問題はこのダブル選挙を通じて、元に戻していく、正常化していくということが必要だと思いますし、何よりもやっぱり市民のための政治、自治体を取り戻す、そこの中に公務員労働者が先頭に立って自由に市民とのお仕事ができるという体制を作ることが必要だと思います。まあ、そういうことを例えば共通の例えば政策協定にするというのは非常に難しい。例えばそこで戦争反対を言うていいのか悪いのかという議論になってきますのでね、まあ、それはそれで置いといて、それぞれのことが口を止めるんじゃなし、それぞれの団体がやっぱりどういう姿勢を目指していくのか、どういうところを改革していくのか、どういうところを取り戻すのかということを自由にね言い合えるような選挙戦にしていくべきでないかというふうに思います。それがないとどういうことだったのかというと終わってしまって、勝ったか負けたか、都構想反対か賛成に終わってしまうので、そういう立場でこのダブル選挙を戦いたいし、何よりもやっぱり、公務員労働者の労働基本権を回復すると、私労働組合出身ですので、そういう立場からはそういうことですし、失われた人権問題、それから福祉、それからいくつかのですね施設が壊されていって、地域コミュニティがなくなってきた、こういうものをやっぱり取り戻していくという選挙戦にしたいなというふうに思ってますので、また皆さんと一緒に戦いたい、できれば
ある程度の共通項で、告示前にですね、大きな集会、リストーズの場を持てたらなということを思ってますので、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。はい、そうですね、向こうがびっくりするような大阪ドームか京セラドームかなんか借りるぐらいの大集会を持てたらええかなっていうふうに思いますので、はい、ありがとうございました。それでは皆さん聞きたいですよね、今、中東どうなってね、シリアどうなってね、あの辺どうなってね、いっぱい難民が来てるやんかいと。この間はなんかドイツにずっと平和村にいたはったらしいですけど、西谷さん、あのこのところの近況報告と、今こういう事態にね、我々があの厳しいとこ見てきてね、今我々は何せなあかんかということで、ちょっとあなたの思いを語ってくださいませ。いや、あの、今日はですね、あの本当にあの橋本の、あのことなんで、どうしようかなと思ったんですけど、あの共通してるわけですね。僕はあの、今回は、フランスとドイツを取材したんですけど、フランスのシャルリー・エブド事件を取材したんです。もうあのだいぶ言われてませんで覚えてありますでしょ。今年の1月7日に、イスラム教を風刺する漫画を書いてたところを、犯人2人が入って12人殺したんです。でその後にあの、警官と、銃撃戦になって、でその警官を殺していくわけですね。ところがですね、後で、YouTube を見たら、今日 お見せしようかなと思ったんですけど、その警官は死んでない可能性が非常に高いわけですね。でそこの現場に行ったんですね。でまあそんな写真もあるんですけれども、実はあのフランスの憲法では35条のフランス憲法で、政府が海外に軍を派遣するときは政府は国会に言うだけでいいんです。1回目は。ところが4ヶ月を経つと、あのフランス政府は国会にその、まあ、空爆、まあ、海外派兵を延長するかどうかを国会に通さなかったのです。で、フランス軍が、イスラム国を空爆したのは去年の9月19日なんです。だから4ヶ月経つと今年の1月18日なんですね。で今年の1月の時点でフランスのオランド大統領の支持率は 15% です。なぜかというと、フランスも日本も同じように予算がないのに、空爆をやるわけですから、だからフランスの福祉や医療を削ってるわけですよ。でフランス人も皆さんのように平和の活動家がいるので、パリに出てオランドは戦争をやめるとデモしてたわけです。だからフランスのオランドにしたら、今年の1月は非常にピンチだったわけです。ところが1月7日にシャルリエブドが起きました。で、あの事件が起きて、オランドは370万人の、まあ、あの国民にデモを呼びかけて、370万人が私はシャルリーと書いてデモをしたわけです。覚えてありますよね。で、そのデモの先頭に日本から見て40カ国の首脳が立った写真があるんですが、実はあれはデモをしたふりをしたわけです。あの引いて撮ったら全くあの市民のいてないところに首脳だけがデモした。でところがそれをアップで撮ってますから、あたかも首脳たちが370万人のフランス市民の前に立ったように写った写真が私たちのテレビや新聞に出たわけですけれども、まあそんなことがあって、で警官が死んでない可能性がある。だから僕はあのシャルリー・エブド社に行きました。シャルリー・エブド社っていうところは、あの僕フランスは初めてだったので、Google というのね、あのスマホにあの Google の、 あの位置情報を入れて、そのシャルリー・エブドの住所を入れたら案内してくれるんですね。で行ったんですよ。でフランスというのはあのビルにあの順番がついていて、あの例えば5番階段、6番階段、7番階段、こういうふうにあのビルに番号がついてるんです。あのビルの階段に。でその Google で行けば6番階段と10番階段に当たるんですよ。ところがシャルリー・エブドは15番階段なんです。向かい側なんですよ。で犯人たち2人は実は6番階段、10番階段をまず襲ってるんですよ。で6番階段に住んでる人がシャルリー・エブドは15番だって言うから、犯人たちは15番に行って殺すんですけどね。ということはですね、犯人たちはあの大きな事件をするときに現場踏んでないってことです。おそらくインターネットの情報で襲いに行ってるんですよ。だから非常に不思議な事件です。で、あの時にあの警官が撃ち殺されました。撃ち殺された現場行きました。撃ち殺された現場には花も何もないんです。その追悼の分もない。
で覚えてありますか、翌日にもう一人別の犯人がユダヤ系食品スーパーに入って人質4人を殺してるんですよ。でその現場も行ったんです。その現場すぐに分かりました。4人の写真が飾ってあって、花があって、ろうそくがあって、追悼してるんですね。つまり非常に不思議な事件なんです。これあのユダヤ系スーパーではおそらく4人は確実に殺されているけれども、あの警官のところはもしかしたら殺されていないのかもしれないですが、それでどうなったか、370万人のデモがあってフランスはテロに屈しないことになったんですよね。でその翌日フランスが、イスラム国を空爆する延長決議が賛成488対反対値で通ったわけです。つまりフランスはシャルリエブドという事件があったからもうずっと空爆をしますわ、おそらく。で昨日からシリアにも空爆を始めてます。おそらくこの空爆というのはものすごく儲かるわけですね。あのトマホークミサイル1発5000万ぐらいですから、そんなボンボン撃ちますからね。だからそういう意味ではこのテロとの戦いというものは、これはイスラム国の僕の取材もやってますけど、常識を逆から見たら分かりやすいんですよ。安倍首相が言うてるのはテロリストがいるからテロとの戦いに勝たなあかんって、こういう理屈でしょ。逆なんです、逆ですよ。テロとの戦いを続けたいからイスラム国とか、アルカイダなんかを泳がせておいて、そしてああいう事件を起こしてずっと続ける、これがおそらく本質だと思いますね。あのシャルレブルの犯人は刑務所捕まっとるわけですよ。でその刑務所で知り合ってるんですよ、その犯人同士がね。ほんならフランス警察はおそらく携帯番号もメールアドレスもみんな押さえてるはずですよ。で犯人 あの前日まで住んでるアパートも行きました。すぐ分かります、犯人が住んでたの。すぐ分かります、なんでここにガサ入れせんかったかな、ああいう事件を起こす前にね。そういうふうにも思いました。で、何が言いたいかというと、安倍さんと橋本徹というのはもう軍産複合体とか原発村とかそれの代理人ですから、この集団的自衛権の問題は武器売って儲けるということですよ。だから武器輸出三原則を緩めて、なんと去年から日本は企業が13社武器見本市にも入っとるんですよ。ユーロサトリってあるんですわ、フランスで開かれました去年、三菱重工、富士重工、東芝、日立、みんな入ったんですよ。で今年先月までロンドンでやってたんですよ、これにも入ってるんですわ。でなんと、まあ、あの安倍首相のお兄さんは三菱商事でしょ。安倍さんがあのトルコとかサウジ行ったら必ず三菱重工とかみんなついていってるんですよ。それで武器を売り込む、原発を売り込む、こういうことをやってるわけですね。でそこに、まあ、取り入ってるのがあの橋本でしょ。だからそこで裏取引をして今回の、まあ、住民投票まで持っていったわけですよね。だからそこの本質がね、なかなか見えてきてないのかなというふうに思います。で私は確かにあの今の意見に賛成ですよ。あの柳本さん非常にあの僕もあのラジオでご一緒したのでいい人だと思いますけど、おそらく柳本さんもあるいは大阪の自民党フレームも心の底では戦争法に反対してるはずですよ。だから戦争法に反対ということをしっかり言わなくてもいいですけど、このダブル選挙を勝つことで安倍政権を倒せるわけですね。ということはこれダブル選挙を勝つというのは戦争法を潰す道でもありますから、だからそこはあの暗黙の了解であの選挙戦を進めていく中で、僕はその大阪の自民党フレームを変えたらいいと思いますわ、戦争法反対の方にね。おそらくそれはいけると思うんですよ、そういう形だから。矛盾するものでも何でもないので、だから一生懸命このダブル選挙が勝てば本当に正面が変わると思います。あの戦争法で6月4日に憲法学者がこの憲法違反だと言って正面変わったように、このダブル選挙で勝てば絶対正面が変わると思うので、これはあの、戦争法に遠慮するとかそんなことじゃなくて、やっぱりこのダブル選挙で勝って安倍政権にとどめと、これをやっていけばいいのではないかなというふうに思うわけですね。で、まああのちょっと今日はあの、まあ、中東の話ということなのであれなんですけど、あのちょっと宣伝ですけど、本当の積極的平和主義は何かということですね。あの僕ドイツの平和村に行きまして、ドイツは1967年から平和村作ってるんですけど、アフガニスタンとかイラクとかベトナムで傷ついた子をドイツはドイツに連れて行って治療してリハビリして治して送ってるんです。でこういうことが本当の積極的平和主義でありまして、で、まあ、そういうことを取材したので、今週の日曜日10月4日ですね、日曜日の午前5時20分
誰が起きてんねん。午前5時20分から朝日放送でテレメンタリーでやりますね。だからそこで発表しますから、だからもしよかったら、まあ、起きて見てもらうのが一番いいんですけども、起きれない人は録画して見てやってください。やっぱりこの平和主義でいくというかね、その積極的平和主義、これが本物やなというのを、まあ、ちょっとまとめさせてもらったかなというふうに思ってますので、ぜひそれを見ていただくと、今日はだからちょっと映像はね、10月4日日曜日です、はい、日本のテレビは、NHK の、 7時のニュース、9時のニュース、一番視聴率のええ時は全然おもろないニュースがあって、でドキュメンタリーは日曜日の朝とか夜とかですから、まあ、だからそういうのを見ていただければと思います。はい、ということで、はい、終わります。ありがとうございました。この大阪の戦いはやっぱりね、日本国全体の政治変えるんやと言われたら頑張らなきゃすぐそんな気になってしまいます。先日NHK の番記者ばっかりの討論番組があったと思うんですが、その中で一人の男の記者がね、大阪の住民投票の結果を見て国民投票はもう難しいと、憲法を変えるのはもうあかんなと安倍さんは思った、だから解釈会見で行こうというふうになったんやということを言うてて、やっぱりあれを止めた、私は1万の差はね僅差やと思ってないですよ、大きな差やと、まあ、これがやっぱり政治もそう変えてきてるし、今度のダブル選挙は本当に大阪で自治を広げていく、民主主義を広げていく、それこそ富の再分配、利益の再分配をやってのける、そういう、まあ、選挙にしていきたいなというふうに思っております。会場からの発言をどうぞ、いろいろ手を挙げていただいて、なんかこの何でしょう、立候補者の教科書あかんやかみたいなとかいろいろ、はい、どうぞ手を1、2、3、はい、では1、2、3といきましょうか。はい、どうぞ。すいません、ちょっと時間を短めにお願いします。失礼します。私は子どもたちに私の危ない教科書大阪の会申します。先ほど全員の方ではなかったんですが、パンフレットと今度の集会のチラシを任せていただきました。私たちはこの大阪で何としても維新の政治をやめさせなあかんという強い思いで今回今日の集会に参加させていただきました。そして今度のダブル選挙で絶対に維新を落とすために私たちも微力ですけれども頑張りたいと思っています。でその理由は今回橋本維新の大阪市がこの育報社の富士山系グループが出しているとんでもない教科書、子どもたちを戦争へと連れていく教科書を採択したからです。で、まあ、この育報社の教科書は全国では 4% ほどの採択だったんですが、今回 6% で 2% 増えました。この 2% 分はほぼ大阪が埋めていますということで、昨日の選挙 の、 東大阪市をまた採択しました。でこれも全て首長が誘導している野田市長で、大阪は橋本が誘導しています。ということで私たちはこの大阪がはっきり言ってもファシストの地域になってしまうんじゃないかと。で大阪市では来年から3万6000を超える中学生がこの教科書で勉強させられることになるわけです。本当に先ほどコアな支持層というのがありましたけど、この子どもたちが18歳から選挙権をあと3年後、数年後に持っていくわけですね。それが新たなコアな支持層を絶対にさせてはいけないと思って、今度のダブル選挙も頑張りたいと思います。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。この抗議集会が10月の9日、この L 大阪南館やね、南館でやられるそうでございますので、このことは私も本当にね、進め兵隊進めの時代に逆戻りするんですよね。もう絶対許してはいけないというふうに思っておりまして、ぜひこの集会にもご参加ください。そしてぜひこれからも共同させてください。よろしくお願いします。はい、どうぞ。すみません、歴史を作ったというデタ褒美をしていただきましたの社会の市民の一人であります。
ダブル選挙、これが会議だと。藤山さんは、コアな層、半分に。ふわっとした、煽られる層は、ゼロは2と。思いは同じです。いや、どうしたらいいのかということなので、どうしたらそれできるのかということについてなんです。実像、橋本維新の会の実像、実態をどうやっぱり知っていただくのかということに尽きると、まず一つ、思ってる、ずっと思ってるのはそこなんです。住民投票の結果出た後もずっと思ってることなんですけれども、多分多くの方もそうだと思うんです。先日藤井先生や森先生が地震が起こられた新聞でも、藤井先生は橋本維新の会を検証すると、7つの罪という罰ということで、ホームページでアップされたそうです。いずれにしましても、橋本維新の会というのは、改革者としてのイメージをマスコミも使っての話ですけれども、作られてきている、ここをどう化けの皮を剥がすのかということが、やっぱり今、大事だと思うんです。その意味で、先ほどいろんな方が、いろんな立場でそれぞれ今、この会やってきました、やられていますので、具体的な事実で、心理的に分かるように、どう、出すのかと、数字的な話と同時に具体的な事例も含めて、この2ヶ月間もう切ってしまいましたけれども、やることについてというのが一つということと、もう一つは都構想の是非を問うという話やっぱりありますけれども、堺もそうですし、この前の住民投票の教訓も都構想の中に突っ込んで、都構想が実は中身はどうなのか、大阪市をなくすることですし、市民が納めた税金をふんだくっていくと、そしてカジノに突っ込んでいくと、まあ、とんでもない問題ということを明快にしたからこそ、いずれもふわっとした問題ではなくて勝つことができたと思うんです。でまだまだここは不十分だと思っているんです。その中でダブル選挙を迎えることになるという思いますので、そこをお互いに集中をして、この意見はやっていかなきゃならないのではないかというふうに、強く思っています。その点だけ申し上げていきたいと思います。よろしくお願いします。私は私で学んで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はいはい、どうぞ。すいません。名人会南京の申します。今日皆さんのところにこの水色の、チラシ入れております。で今日選挙の話とか、それから都構想、反都構想、こうやって問題で、なんでなんていうんですよ、困るかもしれません。ただ彼らが、橋本、安倍がですね、よりどころにしておりますのは、その新自由主義と、それから歴史認識の否定。で、私は、南京大虐殺ということにずっと調査、それから心のケア、被害に遭った人たちとの、ケア活動をやってきました。現在やっております。でですね、彼らが読みどころとしております歴史をなぜ否定するのかということを、この今回ですね、1枚のこれ10月10日なんですけれども、これは私は、約10年ほど大学生も連れて南京で交流活動をしております。で大学生が今回その参加した人たちが企画して、自分たちで今年の大学生すっごくね、知識的で、で、本当にサドルの皆さんのようにですね、自主的で自分たちでその歴史とそれから政治を考えていこう、教育を考えていこうとしたというのなんです。で、彼らが中心になって企画しまして、若い人のその考え、そういうのを聞いていただきたい。社会、歴史に対してどんなふうになっていくのか聞いていただきたい。で、もう一つ、11月28日、これ、南京大虐殺の、ドキュメンタリー映画祭、これ今まで初めてです。南京大虐殺の、ドキュメンタリーだけの映画を3本、本邦 初公開が日本、アメリカ映画と日本の映画。で、何をかと私が、映画のですね、1作目と第3作目の監督をしております。もちろん映画を編集するときはもうプロの編集者を
やっておりますというか、買い方に安い値段でやっていただくということをしているんですけども、皆さん、ぜひですね、このなぜこの南京を橋本阿部が否定して、そして、日本会議で堅くなに加えて日本はこの歴史を認めないのかっていうのを、こういう加害と被害から掘り下げた映画を見ていただきたいと思っております。ちなみに私は、被害者300人、それから加害兵士250名を10年かけて調査いたしました。たくさんの右翼の皆さんから、職場まで追いかけられたり、罵倒されたり、非国民と言われたり、戦えてきましたけれども、最近面と向かって右翼の方は怒られませんというのは制覇されてるかな、なんて私なんか思っちゃうんですけども、草の根右翼はもうバッチリって嫌な世の中やなと思っております。でも今日皆さんこうやって都構想で頑張っていこうとか、これまでやってきたんやからっておっしゃった時に、私はやっぱりこのずっと続けてきた歴史問題を、日本の社会を改革していくために必要やなと。負け犬の遠吠えとは以前思ったことあるんですけど、今最近思いません。本当に頑張らなあかんなと思います。皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そしたらもうありませんか。はい、じゃあもう一人で終わり。はい、あ、すいません。10月の25日にダブル選挙に来まして、語りをこれから大阪ステージの企画やりますんで、またそこで終わりますんで、よろしくお願いします。はい、また後からビラ配りはりそうです。それじゃあな、いくつか あのビラが出てますので、皆さん参加できるところをぜひご参加してあげてください。それでは、ちょうどいい時間になりました。この会館からも怒られんと片付けて帰れる時間になりました。それでは閉会の挨拶を、恒例でございます。この呼びかけ人の一人であります梅田昌司弁護士の方からまとめ閉会行動提起、まとめ閉会で帰ってしまったらあきません。行動提起がありますので、よろしくお願いいたします。皆さん今日はどうもお疲れ様でございました。富田先生、本当にもう非常に分かりやすい、お話をいただきまして、これからの戦う糧になったというふうに思います。どうもありがとうございました。都構想の、戦いとこれから我々がもうすでに入っているこの戦いの大きな違いはですね、いわゆる都構想の時はね、いわゆるその公職選挙法の影響というのはほとんどなくて、自由に、先ほどご紹介ありましたように、自分で手書きのビラをね、巻くこともできました。しかし、選挙ともなりますと、公職選挙法の適用がこうあって、その中で自由な戦いをやっていくという、こういう新たな挑戦ということに今なっているだろうというのを思うんですけれども、いかんせん何せ、告示日を境にしてですね、大きく変わっていくというのがこの選挙戦の特徴なんですね。で、告示日まであと、40日ぐらいしかないという、そういうことなんですね。もちろん告示日以降も、できる限りの戦いをしていくわけですけれども、それでも2ヶ月を切ってしまうという、こういうふうな非常に短い期間ではありますけれども、しかしよく考えてみると、今から10日前まではですね、安保法制、戦争法制でワンワンやってたわけですね。でところがこの10日間で大きく変わって、いよいよ、ダブル選挙に向けてのですね、大きな戦いをしようという意思統一が今日成立したと思うんですけれども、私たちはこれからどういうふうに戦っていくのかというふうなことで言えば、今日のお話は非常に有意義だったと思います。差し当たって、ネットワークとしてはですね、今日は最初に寺本さんが紹介した中にですね、書いてますように、差し当たってまず、リーフレットを作りですね、そして宣伝活動を、土日10月の中旬にですね、設定をするというような、小さなところからの行動提起ではありますけれども、しています。しかし、今日のお話にもありましたように、藤永さんかな、なんか偉い
あのなんとかドームみたいな大きなところででかい集会を背中とかいうような行動提起もございますし、やっぱり期間が短いとはいえですね、短くても大きな運動は可能だというふうに、思います。まあ、そういう面でいうと大きな集会はですね、十分な準備期間があったら成功するというのもんじゃなくて、わずかな準備期間であっても大きな集会を成功させることができるし、戦うための準備というのは十分できるだろうというふうに思います。これからの2ヶ月の戦い、特に今年はですね、最初の5ヶ月間の戦い、それから戦争法制で4ヶ月間の戦い、今年はあと2ヶ月間の戦いであります。2ヶ月間戦い抜いて、そしてめでたくクリスマス正月を迎えることができるかという、そして日本をですね、大きく変える戦いになるのか、橋本維新政権がさらにまだ続くのか、そういうことを考えますと、死に物狂いでこの後の2ヶ月間を戦うのではございませんか。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。死に物狂いでよ。何としても維新政治を終わらせたい、維新の議員を落としたい、まあ、そんな首長はいた。その一点で皆様いろんな人と手をつないで頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。最後にもう一度、富田先生に大きなお礼の拍手をありがとうございました。ご参加いただいたいろんな団体の皆さんにも本当にありがとうございました。これで終了させていただきます。ありがとうございました。